音聞こえますこれ。シュワシュワって言ってますね。みるみるランド。はい、どうも、みんなのヒーローゆうきです。今日は、これをやってみたいと思います。ルミカのサイエンス&クラフトシリーズですね。お家でできるモコモコ膨らむ泡を作ろうってことで、このね、なんか泡がモコモコって出てくるらしいんですよ、化学反応して。へー。クエン酸と重曹と PVA っていう謎の液体、うんうん、この3つを入れるとこの泡がモコモコって出てくるらしいんですよね。へー。必要なのはこれの他にボール、紙コップ、え、プラスチックじゃないですか。何が紙コップ？あ、紙コップ。あ、紙、まあこれ紙コップでいいじゃん。別にさ、そこで突っ込む？いや、紙コップって言われたからあれプラスチックかな。紙コップじゃないこれ。プラスチックコップ？うん。これ紙コップって言うよね。まあまあわかりました。OK です。で、こっちの方が見えるからいいかなと思って。あ、そっちの方が見えやすいです。いいと思います。サービス精神ですよ。はい、そこ考えて買ってきましたから。確かに紙コップ軽量カップ、はい、あとはかき混ぜるなんか棒、割り箸とかですね、うんうんうん、まあ、これが必要ということで出てきましたね。なんか変な薬物みたいな怪しい薬物。やっちゃいけませんよ。これがパウダー A、 そしてパウダー、パウダー B、 そしてそれが怪しい液体ですか。これが液体です。で、まずパウダー A とパウダー B をここに入れます。水 40ml。 これは今お水と液体 C を入れてる状態。そうですね。これをかき混ぜます。かき混ぜます。ここにこれを入れて、そしてその時に入れながらさらにかき混ぜると泡がいっぱい出てくるらしい。じゃあ、入れてみたいと思います。このパウダー A と B、はい、なんだっけ、クエン酸と重曹ですね。そうそう、よく覚えてます、ね、クエン酸と重曹を入れたものにこの液体 PVC ですか、ね、PVC を入れます。入れます。はい。おー、あ、すごい、早い。緑色ですね。鮮やかな緑色。これで泡が出る。そしてここでかき混ぜるとさらに泡が勢いが増すって書いてあったので混ぜたいと思います。なんか混ぜろ。美味しそうですね。なんか食べちゃいけないですけども、うん、あ、食べちゃいけないんですか。これ絶対食べちゃいけないです。音聞こえますこれ。シュワシュワって言ってますね。すごい。クエン酸と重曹が水の中で出会うとガス、二酸化炭素が出ます。だってこの実験の泡は強いので割れずにどんどん重なりモコモコ大きくなります。この強さの秘密が液体 C に入っているポリビニールアルコール PVA の力です。この力は界面活性剤と呼ばれているものです。界面活性剤についてみんな調べてみようということですね。液体 C の代わりに食器用洗剤を少し入れたらどうなるでしょうか。だって、おお、はい、じゃあ次はちょっとねここに書いてあるんですけども、液体 C の代わりに食器用洗剤を入れたらどうなのかって書いてあるので、ちょっとね食器用洗剤でやってみたいと思います。みるみるランド。クエン酸入れます。重曹入れます。水入りました。水に食器用洗剤ですね。これを入れます。この中、うん、でこれを混ぜて、さあこれでどうなるかですね、うんうん、やってみたいと思います。豆乳、もう黄色くなった。今度黄色っぽいですね。おー、やっぱりモコモコしますね。モコモコしますね。鮮やかな黄色、うんうん、またこれも美味しそうじゃないですか。ちょっとかき混ぜてみます。はい、かき混ぜてみてください。美味しそう、これも、うんうんうん、美味しそう。すごいふんわりしてきた。でも香りがジョイですね。ジョイの香り食器用洗剤の香り。あー、なるほど。なんかさっきより泡がきめ細かいですね。うんうん、きめ細かいですね。
重油泡立てた時と同じ感じですよね。そうですね。あ、そういう泡か。これ食器用洗剤の、さっきはシュワシュワってなったけど、うん、今ならないですね。シュワシュワ言わないです。今回はシュワシュワしないです。さっきよりも、しかも持ちがいい。なかなか消えない。消えない。あれかな、表面活性剤でがより強化されたのかな、うん、そうかもしれないですね。重油の方が強いのかもしれない。だから泡が強いから潰れないってこと。うん、あ、そういうことだね。だからやってみようっていうことだね。うんうんうん、っていう泡の実験、面白いですねこれは。うん、面白いですね。はい、袋もう一個余ってたので、ちょっとね、やってみたいと思います。で、さっきのこれにちょっとミックスしたらどうなるのかっていうことで、ここにね、付け加えていきたいと思います。これどうなるか、ちょっとドキドキですよね。うん。実験って結構ドキドキですよね。ね、面白いですよね。まず粉を入れて、もうこの時点でドキドキだもん。どうなるか、見ますよ。はい。おっと、あんまりなんかそんなに、まあ、まだまだ特に。まだ大丈夫ですけど、みたいな。大丈夫です、ね、何かみたいな。はい、次にじゃあ次パウダー B、 赤い粉を。うん、なんかオレンジ色っていうか料理作ってるみたい。ドキドキで、それにお水をまず入れて、ここに液体の C を、これ混ぜるんですけども、さっきねこれ液体 C 使わなかったので1個余ってるんですよ。これもね、はい、ちょっと入れてみたいと思います。ダブルで、ダブル、ダブルの衝撃が多分来るんじゃないでしょうか。これで泡が強化されるので、多分ね泡がガチガチにガードされると思いますよ。じゃあ泡の持ちが良くなるってことですね。そうですね、2倍、すごそう。2倍、これでちょっとねいってみたいと思います。さあ、投入入りました。もう膨らんだ膨らんだ。あ、すごいすごい、もこもこもこ来ましたね。もこもこもこ、うんうん、新たな泡が下からなんか反応してますね。すごいな、オムレツみたいな感じ。そうですね、黄色いからケチャップのかかったオムレツみたいな。あ、すごいすごい、すごいふんわりしてきましたね。泡立ちがいいですね。おおおお、うんうんうん、ふわ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 、一番泡立ちましたね。やっぱりやっぱ泡が強くなってるんだ。すごい、シュワシュワは聞こえないけど、でも若干シュワシュワシュワってこうなってる。うんうん、ちょっとここにジョイを垂らしてみましょう。ジョイ、いいね。だいぶモコモコしてきました。うん、なんかさっきの倍ぐらい膨らんでますね。すごい、ダブルなだけあって、すごいな、膨らんできたね。ね、なんか色も綺麗ですね、黄色と。綺麗だね、うん、赤だったのかな、オレンジっぽい色になりましたね。明太子みたいな感じ。明太子どうですか、かき混ぜてる感じ。抵抗とか、抵抗は本当にあのちょっとね強い泡の泡なんだけど、うんうん、やっぱ硬い泡になってきた、さっきより。おー、はい、こんな感じです。すごい。はい、というわけで今日はモコモコ泡を作ってみようっていう実験でした。ね、こんな風にモコモコってなりました。泡をね、泡ができるのを見てるだけなんですけど、結構やってみると楽しいのでやってみてください。では、さようなら。またねー。